ふわふわの魅力に気づいちゃったんじゃないかと思います。おはようございます。少し早いんですが、リマちゃんの様子を見に来ました。毛布を蹴り上げて、相変わらずベッドシートの上で休んでます。でもすごく気持ちよさそうに寝てますね。ちょっと起きたかな。あ、白目。はい、じゃあまたしばらく寝ててください。リマちゃん、おはようございます。どうぞ、出れますよ。怖いみたいです、まだまだ。それにしてもね、なんかね、やっぱりずっとケージの中でトイレシートの上にいたのかな。なんか布をね、置いたりしててもトイレの方がね、好きなんですよね。例えば最初ね、どんぐりくんも、あの保護犬のどんぐりくんも最初はトイレシートの上で寝ていて、徐々に布とかふわふわなものを好きになっていってくれたんですけど、リマちゃん出てきました。おはよう、リマちゃん。怖いの？怖くないでしょ。全然出ていいんだよ。ちょっと話しかけちゃったのがまずかったかしら。リマちゃん、また途中でご飯を食べるのをやめてしまいました。まだ緊張が残っているのかもしれません。でもこう、私がそばにいるとケージの中に入るんですけど、私がキッチンの方に行くとこっそりね、後をついてくるんです。住んでた友達が、お知り合いのとこから買って送ってくれました。コーヒー干しのリマちゃんです。リマちゃんやっぱりね、こうふかふかの方行かないんだよね。こっちがトイレシートの上が好きなの、あなた。ちょっとこのケージは、貝の方からボランティアの階の方からお借りしているものなんですが、ちょっと、トイレのしつけができるようなサークルに買い替えようかなと考えてます。もうすっかり寝ちゃってご飯食べる気ないなと思っていたら、リマちゃんが動き始めました。またね、こう後で食べようと思っているのか、ご飯を隠してますね。上手にシートをかぶせてます。はい、気持ちいい、気持ちいい、はい、気持ちいい、気持ちいい。最初ね、噛んでたワンちゃんとは思えないぐらいリラックスしてくれてます。リマちゃん、初めての洋服です。顔入れます。はい、上手できた。あら、スッと切れた。ここちょっと長いかな、おっとく。よいしょ、ペアをしっかり出してあげて、はい、綺麗に切れました。リマちゃん、綺麗に洋服着ることができました。リマちゃん、どうですか？
なんかパニックって感じではないし、ちょっとね不思議な感じかもしれないけど大丈夫そうですね。はい、勝った勝った。今ですね、このふかふかのソファーの、犬用のソファーの魅力に気づいてもらおうと思って、私の膝の上にソファーを乗せてリマちゃんを抱っこするっていう、ここ早速ね、リマちゃん私の腕の上に乗せてね、みんな混んでくれてます。こうね、じわじわとこのソファーの魅力にね気づいてほしいなと。どう、いいでしょ、いいでしょリマちゃん、これふわふわの魅力に気づいちゃったんじゃないかと思います。どうですか、どうですか。完全にふわふわの気持ちよさに気づいて虜になったようです。気持ちいいね、リマちゃん、ふわふわ気持ちいいでしょ。さあ、今夜からどこでリマちゃん寝るのかな。リマちゃん、ふわふわの魅力に気づいたみたいで、初めてね自分からあのマットを引いてる方に来ました。ずっとねこっちのトイレシートの方に寝てたんですが、初めてですねふわふわの方行きました。リマちゃん、ふわふわ気持ちいいね。ふわふわの魅力に気づいたようです。よかったね。